ですよ、我々はその奥へと踏み入った。この奥に何があるのか。はい、エルカチャンネルのショーです。ミシーです。キリトです。今回なんですけど、ホラー回ではありません、謎々回です。なんでこんなところにみたいなものがありましたので、それを取りに来ました。さっき何があるの？絶景があります。謎の建物を見る前にちょっと絶景を見てから行こうかなと思って、ここに寄りました。でも梅雨が明けたみたいで良かったっすね。雨ひどかったもん。いや、明けたら明けたで嫌だけど今日めちゃくちゃ暑かったしねほら、ほら、景色がすごいっすよ。うわぁ、曇ってるね。これ、本当、曇った中で絶景だね。阿蘇がこう一望できるというか。温泉道具持ってくればよかったね。あ、ほんとね。風がでも気持ちいいかもしれない。キリトさん、うん、ちなみにですね、うん、ここに来た理由が実はもう一個ありまして、うん、今日謎々の回って言ってるんですけど、うん、実はちょびっとホラー回なんですよ。何あそこ公衆電話があるじゃないですか。うん、あるね。あそこで昔ウーシーが体験をしたらしいっすよ。え、閉じ込められた？何があったのさ。ただボロボロの音声が出てきたっていうねあれね。もういいからさ。何の音ですか、これ。あの戻ってきてもらってオープニングから取り直しでもいいかなと思うんだけど、戻って、ね、あのね、ルーシーから聞いた話なんですけど、まあ10年ぐらい前ですかね。10年、はい、やんちゃな頃ね、はい、に、まあ、ルーシーが友達と、まあ俺たちの共通の友達もなんですけど、ね、夜来たらしいんですよ、ここに、うん、で、まああそこの公衆電話、うん、なんか入ってみようみたいな感じになったらしくて、うん、入って受話器を取った瞬間かな。いや違う、公衆電話の入り口の扉を開こうとした瞬間。ああ、公衆電話が問題じゃなかったらしいですよ。変な声が聞こえたらしくて、それを開けた友達はマトリックスに入力しました。もう握ったまんまね。やめなそれ今のどうした。ちょっと公衆電話とこう行きましょう。てか今の話、それここ今これで言えばよかったっいやー結構ピーが入ってる。いや名前のとこはあれだけど、結構重要な話が。じゃあ噂の電話ボックスですね。開けた時になんか笑い声がすると。これを開けようとした時聞こえたんですよね。そしてマトリックスだったんですね。うん、マトリックスね。こうなったんですね。まあまあ
山の中の電話ボックスですね。今じゃ貴重な電話ボックスですか。です。中で30分待機でしょ。ゾゾゾ。どれぐらいですか。やっぱカメラ持ってるキリトだな。先輩勘弁してください。そういうことでちょっぴりホラーでした。それじゃあ謎の建築物があるところに行ってみたいと思います。はい。あのなんか白く見えとるやつのとこから入ります。道狭め。もうなんか落ちとってたな。マジか。シーサーね、これが。うんうん。ちょっと。ソーサー？ああ。すごいね。えらい、がっつり本物な狛犬じゃん。ソーサー？狛犬さ？着きましたよ。はい。ライト持ってくるの忘れたから、見づらいかなと思うんですけど。うん。これ！こんな感じ。結構でかいかなと思います。誰が置いたんだろうね。でもね、こんなこと、こんな場所に、ね。でこっち角が生えてるよね。あ、若干ね。狛犬とは獅子や犬に似た日本の獣で、想像上の生物とされる。象として神社や寺院の入り口の両脇、あるいは本殿、本堂の正面左右などに一対で向き合う形、または守るべき神社に背を向け参拝者と正対する形で置かれることが多く、またその際には角なしの獅子と角ありの狛犬とが一対とされる。地元の人たちに聞いてみたんですよ。こっち阿蘇の人たちに。なんですけど誰も知らないって。でネットでも検索をかけたんですけど、ここに来たっていう人たちの写真とかそういうのはあるんですけど、これを設置した話は全然見つからなくて、結局謎です。なので上がってる話とすれば、新興宗教的なものをこの先に本当は作る予定だったんじゃないかとか、もしくはなんかこれの他にもなんかこういうのを作ってこの先に何かある観光スポット的なのの入り口としてなんかこう建てていく予定だったんじゃないかとか話はあるんですけど、全て謎です。この奥に何があるのか。これの先行きます。行きましょう。さあ、じゃあ出発しますよ。あれだけ置いてあるのは意味がわからんね。ちょうどこの真ん中にお日様が差すとこ。にしてもなんか神社とかじゃないけんたい、あれだけだけなんか祀っとるんであれば、そのお日様にしてもなんか鳥居とかあってもいいかなとは思うけどね。ちょっとでかい。予想よりでかかった。チャチいやつかと思ったけど結構ね、すげえな。ちゃんとがっつり。がっつりしてた。すごい、ほんとすげえ。なんか弱々しい狛犬の想像しとった。道悪いぞ。これ道行けますかね。ちょっとこれは。え、あるのかな先。わかんない。ナビの道図消えちゃったもん。これダメなやつじゃない。帰れんくなるやつじゃない。大丈夫。とりあえずこれまっすぐ行って行けるとこまで行ってみたいと思います。うん、
き当たりましたよ。なんだろうね。使われてなかった。昔のやつですかね。多分これ右に行くとさっきに戻ると思ってたい。うんうん、多分こっち行ったらすーげーあっちに行くの。倉岳。ああ。倉岳に行くの。残念。戻りましょう。はい、ということで行ってきました。謎の狛犬、本当意味がわからないですね。じゃあまた何かわかったら動画で出したいと思います。ということで今回の動画はここまでです。俺たちにかかってこい。